たくさんの子どもの成長を見てきて分かったことがあります。子どもには一人一人持って生まれた個性があるということです。私が子育てをしている時のことですけれども、お風呂で頭を洗う時に顔に水がかからないよう気をつけて洗っていました。ところが私の弟はですね、自分の子供の頭を洗う時に顔に水がかかることを全然気にせず、頭の上からジャバーって水をかけるって言うんですね。大丈夫だよ、嫌がらないよと言うんです。そしてその子たちが幼稚園や学校でプールのが始まる時に水を怖がることはなかったんですね。で、私の子供たちはすごく水を怖がったんです。特に下の子は幼稚園のプールで水に顔をつけるとかワニを歩きをするっていうことができませんでした。まあ、先生や友達が励ましてくれてですね、なんとか年長さんの最後のプールでできるようになりました。まあ、それでよかったんですけども、ああそれだったら小さい時から水に慣れさせてあげればよかったなと思ったんです。それで娘に子供が生まれた時に、赤ちゃんのうちから水に慣れさせるといいよって教えたんですね。ところが娘の子供はいつまで経っても水に慣れませんでした。毎日のようにお風呂で大泣きしました。なので生まれつき水が顔にかかっても平気なこと、嫌な子がいるんだということに気がついたんですね。そういえばですね、子供たち見てると離乳食が始まった時から食べる気満々な子と、あんまり食べることに興味のない子がいます。人見知りをすること全然しない子もいます。まあ、活発な子と落ち着いている子、それから好奇心旺盛な子と慎重な子も、生まれてからの環境で身につけたというよりは生まれつき持っているものがあるということを感じます。そういえば私は昔から日本の教会音楽にちょっと物足りなさを感じていたんですね。今ですとゴスペルとかコンテンポラリークリスチャンミュージックっていうね、このゴスペルレディオステーションでお届けしているような音楽があるんですけれども、私が子どもの頃は教会には賛美歌とか聖歌っていうね、教会音楽が主流だったんです。もちろんその音楽も素晴らしいんです。メロディーも歌詞もとってもいい曲がたくさんあります。どちらかというとですね、クラシック音楽に近いのかなと私は思います。でも私は小さい時からエネルギーが有り余ってるタイプ、好奇心が旺盛でこうじっとしていられないタイプだったんですね。そんな私に教会音楽はちょっと物足りませんでした。もっともっと思いっきり感謝を表したい、もっともっと力強く神様を称えたい、そんな風に願っていて、そんな時に出会ったのがゴスペルです。もうゴスペルに出会った時の感激は忘れられません。そしてゴスペルの好きな人が多いなっていうことを見ているので、きっとみんな私みたいにね、エネルギーにあふれていて好奇心が旺盛なタイプな人多いんじゃないかなと思ってるわけです。もしかしたら前に教会に行ってみたけれども、ちょっと雰囲気が自分には合わないなって感じた方がいらっしゃるかもしれません。でもゴスペルは私に合うっていう方は、ぜひゴスペルからバイブルの言葉を受け取ってください。ゴスペルはバイブルからの希望、力、愛について歌っています。この祝福がたくさんの人に届きますようにと心から祈っています。